なんか古っ、あ、ファンタ、早速ですね、ガラス作り開始です。溶かすガラスを探したいと思います。この瓶でも良さそうなんですけど、なんか割れてるんで、他にもあるかちょっと探します。ガラス、まあ、ガラスっていうと沖縄だとやっぱり琉球ガラスですかね。ちなみに長崎ではですね、ビードロっていうものがあるらしいです。音が鳴るガラス製のものらしくて、でここがですね、池のそばのちょっとした空き地みたいな、また瓶がありますね。あ、これはダメですね。これ割れてる。瓦の残骸とかもありますね。うわ、これなんか古っ。は？ファンタ？ファンタって書いてる。1リットル。これ絶対レアだろ。ファンタってこんなロゴだったんだ。他にもあるか？冷蔵庫みたいなのがあるな。できるだけ大きい瓶が欲しいんですよね。これ1リットルだからまあまあでかい。持ってくか。こいつなんか有能な感じがする。最近見ないですけど、自販機で2リッターのペットボトルとか昔売ってましたよね。300円で売ってましたね。ここも怪しいな。ガラス瓶探し。ゆっくり、これは溶けないな。怖い、やっぱり怖い。長らく入れれない。よし、やばい。ファンタいいな。これでいきますか。できるかな。はい、早速ですね、このファンタを溶かしていくんですが、ガラスにもですね、いろんな種類があって、一般的に最も広く利用されているのがソーダガラスと呼ばれるもので、融点、溶ける温度が1000度、軟化点、柔らかくなる温度ですね、730度だそうです。こちらの木炭最大1000度になるので、そこでですね、必要になるのが炉です。1000度に耐えれる炉が必要になります。そこでですね、今注目してるのがあります。これで炉ができないかなと今思ってます。これ何か分かりますか。叩くと、まあ、鉄なんですけど、これですね、昔のお風呂、まあ、鉄なので、まあ、おそらく下から炎で熱して温かくして入ってたんですかね。ちょっと裏返してみますか。重っ、結構重いぞこれ。あ、重っ、やば。下運べるかこれ。マジやばいレベルなんだけど。自分がイメージしてるのはこの中に木炭入れて、上に蓋が必要なんですよ。蓋がどうしてもこいつに目がいってしまうと、煙突絶対あれだろう、キッチンのあの流しか、ステンレスかな。うわ、足りな。長っ。ちょっと不格好だけど、これちょっと長すぎるんでグラインダーで切りましょうね。
結構いい長さになりました。こちら下まで運びます。体持ってかれる、マジでやばい。ダメだ、一輪車使おう。いけるかなこれ。わあ、こう一輪車曲がりますわ。無理だな。輸送完了ですね。マジできつかった。ということで組み上げていきますか。前回使用した炭窯ですね、はい、ここにですねそのまま入れようと思ってます。まあ、理由はですね、このお風呂が鉄でできているので地表に出たままだと熱を逃がしてしまうので、そうならないように土の中に埋めてあったかくして温度を上げていくっていう作戦でやっていこうと思います。外さないといけない。よし、外れた。煙突絶対やばいだろこれ。安定感悪すぎだろ。ここにですね穴があるんですよ。お風呂の水を流すとこだと思うんですけど、ここにですね棒を刺して煙突固定できないかなって今思ってますね。廃材コーナー、あっちで見た気がする。廃材コーナー第2弾ですね。瓦とかがあるんですよ、鉄筋。結構長い。一応倒れなくはなった。ちょっと作戦変更ですね。ここに煙突固定しようと思ったんですけど、ちょっと難しいので煙突なしでいきます。温度計をつけます。煙突の温度計再利用ですね。そして次使うのがですね、こちらドン、アルミダクト、送風機ですね。風を送って温度を上げるっていう仕組みですね。こっちまで 100V の電源が届かないので 12V で動く送風機を使ってます。さっき試したんですけど、これぴったり入ります。ちなみにこの穴ですね、本当にたまたま開いてました。ここの穴が多分ここに繋がってたんじゃないかなと思ってますね。ちなみにこれ伸びるんですよ、こういう感じで。炭窯の蓋、これを再利用。入らない、ギリ入らん。切れ目入れないとダメだなこれ。いいね、これ一軒家の中にありました。普通のビニールテープより分厚いんですよ、2倍ぐらいあって。何用なのか分かんないですけど、これなんか上等な感じするな。意外ともったいない。これぐらいにしよう。であとはガラスと木炭を中に入れて溶かしていくんですけど、その時にですねどうやって窓ガラスにするのかを今から説明します。こちらのファンタをですね窓ガラスにする方法なんですけど、使用するのがこちら、石膏ですね。火に強い鉱物ですね。水晶とかダイヤモンドとか鉱物って言うんですけど、この石膏もですね鉱物の一つらしいです。小麦粉みたいになってるんですけど、水と一緒に混ぜるとですね固まる性質を持ってます。それでですね窓ガラスの型を作っていきます。まず石膏を流すための土台、水平の土台を探します。隠し部屋がある倉庫ですね。
ドン。ダイソーの紙粘土とダイソーのプラスチックの箱ですね。取れた。割れてる。うわ、割れました。石膏がないんですよ。奥の手、接着剤使います。接着剤だけじゃこれが剥がれちゃうので、ファンタがしっかり支えてます。こういう感じで。ファンタをですね、熱して溶かすんですけど、このままだとパリーンって割れて散らばっちゃうんですね。このファンタは割ってここの中に入れます。無臭、そんなに匂いがしない。せーの、割れた。このままだと火を燃やしているときにいろんな灰とかゴミが入ってくる可能性があるので、石膏で蓋をします。石膏はですね、実は一軒家にあって、石膏ボード。虫いないかね。ぴったりやん。接着剤、まあ、取れてきててグラグラなんですよ。ついにですね、火入れします。はい、いい感じで火がついてきました。木炭を、投入します。よいしょよいしょ。そしてですね、今から風を送ってさらに温度を上げていくんですが、この送風機のですね、電源 12V、 この電源をですね、取ってきます。隠し部屋のところですね、隠し部屋の倉庫、こちらの倉庫にですね、原付バイクがあります。これですね、実は沖縄から持ってきたんですよ。なんか塗装しようかなと思って、何を思い立ったのか分かんないですけど、真っ黄色に全部染めてます。このバイクのですね、バッテリーが 12V なんですよ。この 12V のバッテリーを送風機の電源にしたいと思います。開くか。おい、こっちに書いてますね、 12V。 ブースターケーブルですね、これも必要です。動作テストですね。ゴー。いいねー。今ですね、このホースが下に向いてるんですよ。ちょっと横に向けてあげます。こうやってただ置いただけなんですけど、100度いってますね。今回の目標がですね、730度が目標です。鮮度がこのガラスの融点なんですけど、そうではなくて、今回は軟化点を目指します。730度の軟化点ですね。中がですね、赤くなってますね。見えますかね。温度も急激に上がりましたね。150度超えてますね。炭も追加します。ほら、200度に達しました。熱いな、熱いな。追加だ。やば、炭足りるかこれ。
絶対足りんだろう。秘宝ですね。炭足りないです。あとですね、もう一個問題があって、送風機が弱いんですよ。原付の小さいバッテリーだけじゃダメだったんでしょうね。多分手で止まるんじゃないかな。あ、ダメだ、これダメだ。奥の手を使うしかねえようだな。はい、ということで救世主原付登場ですね。原付のですね、バッテリーから直接つないでいきます。せーのやっば、全然違う。いいね、これは強い。